本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小竜いです。本日は、煙草、第11話を使用して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、行きます。3、2、1、5。ああ、これねー。もう開始場面で見えてんだよね。この子の名前何なんだろう ご飯最初の人であるわけないんだよな、名前が。煙草だ。あどん兵衛のお湯と同じ若しかった。ほう。料理。リリやっぱリで始まる名前なのか。リリっていう名前なの虫違う、主。 主このやっぱリリーっていう名前なのかふんこれうんどういう状況で過ごしてるんだろう今ずっと煙草を使ってんだなうんお仕事誰かを待ってるのさありごじ やっぱり若葉と似てる。K? 緑の葉に。あ、あれは拒絶の印なのか。これは緑だ。やっぱり姉妹たちの、おそう、エクスカーベーター。帰ってきた若葉おい、若葉って呼ばれてんぞ。若葉いんの若葉なの うわ、マジだったあの白衣マジで若葉のだったえー、どうしたんだこの後何があったんだやっえー、全然予想してなかったえー、何なのますますわからん若葉がんかわかるようで余計分からなくなった なんかそっくりな別人の話かと思うぐらい、全然こっから今の若葉に、うん。どう繋がるのか。面白い文化だよね。自分たちで作った文化じゃない学習してるってこと船長。若葉船長。あれが管理色。 虫っち虫ぞほううんずーっと夢中だったんだな発明された自分で作ったの自分たちで作ったのうん <laughs> うん しかしこの子可愛らしいなうん標準しようおうおうええそれも気になるけどこれがへえすごい いやあ、なんなん、うん。地球の人の好奇心。なんだ今のほんの一言なんだけど、ほう。薄い色は食べるなほう。うん。うん。 あなたみたいにですかそういう人もいるのか何の話なんだ<笑><笑>うーん。あなた打たれてましたけどね。あ、そうなんだ。緑は OK なのね。この頃からずーっとじゃあ、そうなんだ。無失ち あの命名法則も、なんか、リナッチリナゾとか思い出させるものがあるなプリントおなんか言葉の端々がいちいち気になるな全然、なんだこれこれがどう今と繋がるんだ前回でこのリリーの姿が見えた時になんか涙を込み合げてきたのも、 このあと彼女を待ち受けているであろう少なくとも困難な状況を想像してしまったからだろうかうわこれがエクスカーベーターの元気に動いていた時の姿かほう業務やっぱり若葉はケムリクサの研究者でいろいろ開発していてそれがどう今の若葉になるんだ記憶はどこへ行った うん。ほう。あっなんだこれ。あれであれが空色だから空を飛ぶんじゃないかって言われてたあの色の煙草だな。リンが見たことがないって言ってた。見たことないのは空を見たことないからか。って言われてましたけどやっぱそういうことなのかね。お紫の煙草。これも今までに見たことない。か どっかで見てるかな紫っていう名前は出てきてないよなおう何をやってんだろう下が青い建造物うんなんだあれあの建物の状態なんだ何を続けるのうんはぁ、あ 乾かほんとだよはあ文化の保存をしてるってことはあこの人らは誰なんだろうなんか慶福さんと似た仕事だなそれを思い出させるものがあるうん。 ほ星から星へ渡りながら育てたりあこれも後の若葉の性質とか好みを思い出させるなおそれあんたじゃん電車じゃあ若葉も あの時は転写されて出てきたのかやっぱええー、若葉たちが宇宙人で <laughs> リリーたちの方が地球人の転写なのかうんそうなの死んだことになってる。 これは影の姉妹とちょっとつながるものを感じるなうんいやこの後の若葉のねあの大変な道のりを思い出すと何か、うん、この姿を見てるだけで胸にくるものがあるなあお化けになった人のねなんか本当に大人っぽい 脅かし方というか、透け方だな。<laughs> それで早く答えならなくちゃねって。本当にタバコみたい。タバコだ。うん。調律。うん。 へえ、旧作から形状はタバコじゃなくなったけど、ここで思いっきり、水で水で保ってるのいつもでしょ。あ,あそうなの。そういう性質なんだ。プリント。はあ,あ。 うんうんいやこれ本当に誰かさんもそうだけどいやこれね <laughs> まあこの言葉を最も向けたい人がこれを作ってるっていうのはねうん<お>うん。 この世界ずーっと赤霧も赤虫も何にも出てこないけど何があったのこの後どんな天変地異があったらあの状況になるんだそういうことかそのお仕事を辞めさせたかったってことうわ赤いうわーそういうことか まさかそれが今のあの状況につながるのうわこれは過酷な話だなこれが後におだいぶオープニングまでなかったなこれが後に起きるあの惨劇そして世界を荒廃させる現況になったってことだとしたら辛すぎるな 若葉のことを心配して、そのお仕事、その無理をやめさせたい、明らかに命を危うくさせるような、あの打ち込み方を何とか止めたいと思った、あのリリ、リリっていう名前なんだ。リリの発明、開発、改良なのか、品種改良なのか、その結果生まれたものが、 今のこのこ世界を作り出してしてまうということななのかないやーそういういいことかいやでも今回の冒頭からここまでの流れずっと見てでその言葉の端々から想像できるものをいくら考え進めてもそれがどうこうなるんだでもそれは怖いから考えないようにしてるかな もしかして、最悪の想像を最悪のこの後の道のりを考えないようにしてるのかな無意識に。うん。繋げようと思えば繋がるんだろうな。おこれ、これがあれか、若葉メモの。若葉が言ってた、長いなってやつか。この間に何かに気づいたのかね若葉は。 やっぱあれが最初の人なのか。最初の人の名前は、リリ。フォーエンうん。そう。<laughs> やっぱ100%間違いないよな。うん。うーん。うん。今とほぼ一緒ですね。<laughs> <laughs> うん、その性格というか芯の部分は変わってないな。うん。うん。だから、凛たちもそうだけど、姉妹たちもそうなのかね。<laughs> やっぱり目がそっくりって言われたけど、それぞれの見た目の要素、 最初の <laughs> それ別にうんリツは言ってたけど若葉は言ってないですよ全然分からんのねそうなんだよねあれが赤なんだよねおう続きに戻るほう目をかくように。 はあ、うわあもう赤霧が生まれてるへ、はあ、<laughs> やってしまったか生まれてしまったかいやそら今を知ってるからね湖に。 橙と黄色を紫になるほど色を混ぜてそうなのじゃあこれを止めるために取った行動が今に繋がるのかねそうなんだよねうん。 ほうなんだなんだ他に若葉以外に誰もいないってことかその唯一の他の人である若葉を失いたくないあまりにかそらそうだよなよくあること <laughs> はあどんだけ優しいんだほうんその壁も自分で作ったの それがばっちりじゃなかったらなぜなんだ青青っていう字が出た色の名前の字が出たの初めてだなうわそれで止まる止まらなかったんだろう何かが違うんだろう若葉の想定と複数のは <laughs> <laughs> なんでそこまで完璧にできてんだようーわー <laughs> なんだあの葉っぱの形でもないなんだ新規も向こう <laughs> すごすぎるんだよね この暴走がどうしようもなくなったのか、どこで。<laughs> 積んでんすかまあ積んでるんでしょうね。積んでたから今のあの状況なんだもんね。それを厳しいのを知ってるからさ。ああ、もう本当に。 お何をするつもりなんだ若葉なぜそんなお別れみたいな言葉を若葉どこにそうやって これが最後のいやでも確かに本当にまた会えたんだよね <laughs> それが <laughs> その好きな言葉 <laughs> っていう言葉が若葉の言葉だったのかだからそうかあの代々の 目的を塗りつぶしたのはそのためか好きなことをして姉妹たちにこのリリの生まれ変わりたちに生きてもらうためにあの目的をあえて塗りつぶしたのかだから大人にならなきゃっていうのはここでもう一回刻まれんのか リリを守るためにここに隔離したのかそれが青い壁だったんだ <laughs> そうやってずっと過ごしていたのかでどこかで分割しよう分裂しようと10日ね決断したんだなうわダメだったか これがここに来るってことは若葉が挑んでもダメだったってことをあそこで語ってんな逃げて今の若葉の言葉はどこから聞こえた何をするつもりなんだろうあれだけの才能を持ってんだからね うん。大人になる。すはあ、おお。煙草さになる。なるほど、こうやってこれが分割線後の経緯か。うん。 若葉のところに若葉のところに行くこと若葉を助けることコロをケしたの誰だナナシかそれとも若葉自身の可能性あるなそんな危険が。 あるのかって言いながらでもこれを実行したんだなはあわかった <laughs>。 分かったよ。そういうことだったんだ。そういうことがあって、そ、<laughs> そんな思いで、はあ、そこで出会えたのかね。出会えたってことになるんだろうか、この後。でもそうだよな。あの、再び会って、 若葉を助けるという目的その思いは記憶がなくなっても、どっかにその魂の中に残ってて、再び、会えたということか。うーん。ああいや、今回も、どうせやばいことになるんだろうと、今回やべえぞと思っていたけど、いやぁ、あ、そうだ。もう、その、 話に夢中で今ねずっと気になっていたあのリリーの声優さん確認するの忘れてましたけど終わってから確認しよう何が来るかと思ってねだいぶ衝撃に備えと思って心の準備をしていたつもりだけどもうそんなもん吹っ飛んだないやー信じらんないうん あんな今と全然、どうやったら繋がるんだという全く別世界の話。よく似た人たちだけが出てる、本当にパラレルワールドの話かという、あんなに全く違った世界。なぜそこで、リン以外が全員。うん。若葉どこ行った若葉これか。 こっちの2回目の方があれか若葉メモか何やってんのどうした何があったえこれかこれが若葉メモからつながってる方か2回目の方ねなるほど赤虫に襲われたんか凛が記憶を探ってる間にともう一回最後に CV だけ確認していやー今回本当にとんでもなかったなもうなんか毎回同じようなの売ってる気がするけど特にですよもうリリー小松さんか これね、三河越さんの他のお役を、他の作品で知ってる人が、誰々の声によく似てて、だから、三河越さんだろうって予想してる人いたけど、すごい。ごずっと聞いてたけど、うんで、小松さんっていう予想も頭に置きながら聞いていたけど、全然そう聞こえなかったけどね。小松さんだったのか、すげーな。あの人、リンと似てるとこある？煙草さだけ見てる人は絶対わかんないよな。 わかりました。で今回エンディング違くないですか他の「リツ」と「リナ」も消えていったで「若葉」も消えていった散らないんだ他の倒されていった虫に倒されていって失われた姉妹たちは葉っぱが散っていっていなくなるんだけど今回での「リツ」「リナ」「若葉」は散るのではなく徐々に薄れていって消えていったな。 どういういことなんだろうこれは何を意味してんだろうまあ他の散っていくの意味も今んところ分かってないんですよね明確には。多分虫にやられて少なくとも行動不能にはなったということを示唆してるのは徐々に明らかになりましたけどあとねまあ細かいことですけど影の姉妹たちはああやって一応若葉とは会えて裏でなんかやってるみたいですけどこはどこ行ったんですかねあの二人も今は復活して影の姉妹たちに合流してるんだろうか。 復活して影の姉妹として活動してるってことはリナゾリナコも合流していておかしくないはずなんだが今のところ出てこないですけど前々回の最後の場面で映っていたのはやっぱり涼とリナゾーリナコだったのかなうんその点を忘れたけど気にしだすと確かに謎だないやー今回すごい深いうんすごく遠いところの遥かに遠い世界から始まって でそれがあんな遠くから来て見事に現時点までつながるっていうねあれだけ一変した世界にたった一話で最初から現在まで資源から現在までがあんなに繋がるかね確かにああやって過程を見ていくとなるほどなるほどといちいち納得するそういうことがあって今我々が見ているあの世界が生まれてあの人たちが今旅をして戦ってるんだなと始まりの物語そして転換期の物語 そういうことがあったのか。これやっぱりまあ毎度そうなんだけど今回はこの若葉とリリのやりとりとか若葉の仕事研究や文化財の保存でこれね冒頭からリリがね自分を名前呼びするっていうことでそういうことで何回も視聴者にこの子の名前はリリですよっていうことを分かるようにしてくれてるのがねさすがだね。もう視聴者が何を見聞きするかっていうのを本当によく心得て作ったらないちいちキャラクターの見た目なり細かい仕草なり。 言葉の一つ一つなりねそういうことを幾重にも考え重ねて作ってあるんだなっていうね全てが世界も登場人物も物語の流れもねそういうことも全てもう一度二度三度とうんみたいなこれはでえっ、ー、と毎度おなじみですけどそれの前に前回公開されてからね前回までに提示された発見とか考察を先にここに留めておきましょうえー、まずまあこれ重要詞 今回の話見るまで割と重要視してたけど今となってはかなりうんどうでもいいというか取るに足らないことに思えてしまうけど主が未だに喋らないっていうことを前回のを見たりでリアクションを見たりしながらそういえば思い出してあのね最近になってリアクションを始められた方動画とかと一緒に過去のものも見てそういえば未だに喋らんなと特にあの旧作ですね旧作をリアクションと一緒に見返したりした時にしゃべるって未だに大きい特徴だけど今作でも。 それが出てこんなと思っていたけど、多分だけどあの主ね、白い主。これは今、だからそっか、やっぱり前回のラストで予想したけど、そんな予感がしたけど、やっぱりあの白と若葉は再会だったってことなのかな。今若葉たちと一緒にいる白が、仲間たちのところにリンたちを導いて、で、最初の紹介で主の言うことを聞くって言ってたのは、あの主は赤い主。我々がその時点でしてたのはあの赤い主だけですから、 そっちの方向にミスリード見事にされてましたけど白い方も主なんだなだ、喋るっていうのは何なんだろう今作では虫は喋らんのかねで虫っていう名前ねあれもリリーの名付けなのか虫っぽいから虫ってそのままだなだからロボットなのかねやっぱり煙草で動くロボットみたいなまあああいう形状と材質の生き物かもしれませんがそもそももしかしたらあれ全体が煙草そのものかもしれませんけど煙草になるっていうなリリーの あの決意重いな。煙草かもしれませんけど、それをリリから転写された。で、よみがえったリリから見ると、虫っぽいから虫か。なるほど。虫違う、虫。うん。あと、これは、途中から、今作のシリーズの途中から、気にされていて、何回か、話題にも上がってましたけど、リンがいまだに若葉って呼ばないんですよね。これは取ってあるんだろうな。最終回ですかね。あの、ラストの若葉、どうしたんですかね。明らかに怪我してたけど、虫に襲われて、 リンを守るために戦って怪我をしたんだろうけどなんで何があったんだこわあとこれはあそうだまあ、関係ないというか作品外の話になりますけどまたね売りげとかランキングですけどまたアマゾンで1位になったらしいですねとうとう予約されてた分が発売が開始されてで在庫が枯渇するという現象をまたしても引き起こしたらしいですねでそれについて陸師匠からのコメントが彩りチャンネルさんに寄せられてましたねたつきがアニメ作って放送するべ 円盤予約開始されるべしたらポチるべしたらすげえ売り切れるさすが陸首相ですね状況を的確に解説されてございますねありがとうございますでえー、っと前回、えー、10, 10話のねすげえよなベストセラー110話であった出てきたいろいろなことで前回であれねあのニコニコ動画の方でコメントでご指摘いただきましたけど私しゃべりすぎてそっちにばっかりなんか焦っていたのか時間がなくて 本編内でなるべく喋ろうとししすぎててで、い聞き逃していたことととがああっててで、見直しし気づいたたここかりましたでこれもねあのニコニコ動画だからああやってコメントでもらえるんですけどご指摘いただけるんですけどこれ YouTube だけでやってたらああいう即座にで具体的なところまで指摘していただくっていうのはなかなか難しかったと思うんでやっぱりニコニコにもアップして意味あったな始める前はね いやだって同じ動画をさ似たようなサービスの2つのサイトにあげてもなんか意味あるかねーと思ったけどやっぱり煙草はニコニコ動画でコメントをしながら見るっていう需要があるかもなーと思ってアップしてたんですけどやっぱりプラットフォームによって利用者層とかその利用の仕方は違って当たり前だからそれはいただく反応も違うよなーと思ってたらああいう指摘ももらいながら一人でやってたらねまたフラフラ道を外れていってずれていくでしょうから。 うん、やっぱり良かったんだ。両方にアップして。今後はもうそういう風にしようかね。さて、えー、で10話の特定場所ね。経路。いろいろやっぱり。バスタ新宿とかね。へんたとつながるっていうね。で今回のケムリクサ11話でケークさんともつながったし。まああれはつながったと見ていいだろう。うん。これは飛躍とかこじつけではないはず。あのケーさん自体もね。新しいアニメシリーズの仕事決まったよっていうメッセージを映像でほのめかしてましたし。 でそれがおそらく煙草りであろうということもまだ多分ね未確定要素があったんでしょうから未確定宇宙じゃないですけど未確定要素があったでしょうからあくまで映像で示唆するにとどめられてましたけどそういうことを報告するという意味、うん、があったんでしょうね本当にファンのことを大事にしてるなお客さんのことを。で特定されるといろいろなものともつながるし変達ともつながるし彩りそのものともつながるし我々の世界ともつながっていく。ううんややっっぱり現実の場所がこうやって 背景として出てきて出きその中で見知らぬ人たちが旅をしたり行動したり戦ったりしているとなるとねうん現実から陸続きなんだなっていうことがわかる断絶してないという感覚を与えるでこれは海外のリアクションでもこれは実際に存在する場所なのかみたいなことはさすがにねまあコメントでももらうしいろんな方が気づかれてるみたいでございますコメントでももうまあフォーチャーの方ではとっくにねあの人らの考察とかねこういう作品に対する解剖はやっぱり国内での 考察班とかと同じぐらいの情熱と細やかさとそしてその人たちが本来持ってる知識とか感覚とかね直感とかやっぱり世界中どこでもああいうことが得意だったりああいうことが大好きな人たちがいてで取り掛かった結果実にしばしば同じ発見に到達したりするんですね。なんで10話はそんなもう10話は公開されてからすぐもう Google マップとかあと地元の人いますからね東京だもんね。あの普段自分が住んでたり 自分が利用してる場所だったりしますからね。あの辺だったらね。もう速攻でずら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 いろいろとまとめられておりました。あと残った建物か。だから今回の若葉のあの仕事、文化財保存事業やってたのね。それにケムリクサという科学力を持った若葉たち宇宙人なのかね、異星人が来て、で、この星、地球に残された文化財を保存していたリリが転写されて復活したということなのか。 それは若葉と同じなんだろうな。多分。若葉があの水槽の中に抜散した時と同じ経緯でリリもあの時復活したんだろう。でその若葉のやってた仕事の一部の残り名残なのかやっぱり建物も赤切りに侵食されずに残ってた部分があってであれが 3D プリンターのサポート材にそっくりと。なるほど。だからまさにプリントって若葉言ってましたけど 3D プリントと同じことをしていたからそこに使われる材料とかも似通ったものになると。なるほどね。 いやこれはサポート材に似てるっていう指摘されてた人はまあそれそのものじゃないんだけど当たってたということですねなるほどでやっぱりあの赤い木は東京タワーらしいけどわかんないんだなスカイツリーかもしんないし今回で特定できる要素ありましたかね赤あの赤い根が据えられてた場所とか赤い根が成長していく時のこの2人が自立成長を始めてしまった赤い木とそこから吐き出される赤い霧でそれに侵食されている世界を見ていながら 佇んでいるこの場所とかそこに垣間見える風景とかでもほとんど背景建物映ってないなうんわからんもしかしたら特定されんのかねなんならこのリリーがいて若葉と一緒に冒頭で喋っていた公園の場所とかも特定されんのかねね料理してましたねうん料理を作るのです美味しいものを食べてこその人生なのですまあこれはもう誰しもが思い出すでしょうねあの場面でねってことは若葉たち 若葉がいないんだけどな一人で派遣されてきたのかな地球に若葉たちは料理という文化を持たないのか面白い文化だよねーかなるほどそういう人たちにまた料理という文化を知っていてそれを教えられる人がまた登場するのかリリね若葉が若葉若葉言われてたり若葉んって言われたりしましたけどうんやっぱりリリもそういうものを思い出させるものを持ってるなねドどん兵衛のお湯と同じ沸かし方をしてましたねだからあれは本編開始前 このシリーズ開始前からお話はあったんでしょうけど、だからコラボのために、それも視野に入れつつかもしれませんけど、あの時のためだけに後付けで作られた設定とかじゃなくて、元からああいうものがあって、で、それがドンベイとのコラボに使えるぞということでね。いや、ほんとにすごいですね。この作り込み方。やっぱ料理っていうのは大きいキーワードになってんのかね。キー概念になってんのかな。ちなみにドンベイですけどね、その簡易化した料理の究極系とも言える、あの日清ドンベイですけど、 そういえば私もね、黄色そばいただきましたけど、あの勘弁さであの美味しさはやばいですね。うん。私、めったに、ああいうインスタント食品って食べないんですけど、うん、あの手間と、あの時間で、あの値段で、あの美味しさだったら、うん、素晴らしいなと思いましたね。まあ、昔ね、あの、なぜかふっくらお揚げがね、無性に食べたくなったことがあって、もうふっくらお揚げだけずっと干していた時期がなぜかありまして。 その時ぐらいですかね、インスタント食品を、インスタント食品を買いあさって、しょっちゅういただいていたのは、それ以来ですね、今回。うん。不思議ですね。なぜかこうやってたまに食べたくなりますね、インスタント食品。日清の、どん兵衛を食べたくなりますね。さてと、で、えー、本編の発見と考察に戻りまして。10話の若葉が手をかざしているシーンで煙草を使用する時の効果音。そうなんですよね。た、これが、ただ、 若葉は手をかざしてるんだけどその横にリンがいてリンが遠くを見てるから煙草が発動してるんじゃないかと私は今のところ解釈しております見返した時に特に近くにある煙草が何かしら活動してる時でもないのにあの時の音がしてたんで誰の煙草だと思ったけどリンかなと私は今のところ思っておりますで最後ねーこれうん前回ほんとに衝撃でね勘弁してくれと心臓止まりそうになりましたけどあのリツとリナね まあその前からなんか二人でこそこそ話してんなと、うん、あの時から気づく人は気づける人はあそこで「何話してんの?」みたいなことに気づいたんでしょうけど以前あったあの水場にたどり着く前に水がつきかけていたときにリンが水も節約しなくちゃねって言ったときに気まずそうにすまなそうに目をそらすリツの表情みたいに後々言葉や行動で示されるその時考えていたこと決断していたことがその前から描写はされていると。 だからあの時すでにリスとリナは話し合ってこの最後の水は取っておこうと。で飲んだふりしをもしくはお腹いっぱいだからなってリナが強調していたり最後の水だから味わって飲むのにあって言ってたり今はお腹いっぱいだったりゆっくり飲むとか言いながら実は取っといて3枚の緑に変えたんだな。少しでもリンと若葉がこの戦いを無事にくぐり抜けられるように生き残って赤い根を倒して帰ってこれるように。なるほどね。 赤いね赤い木か今回を見た後だとあの木も全然別の存在に感じられるなリリが若葉を思って若葉を失いたくないと思って若葉を止めるために作ったあの赤い煙草が暴走してしまいその責任を若葉が負う形で最後お別れの後に何をしたんでしょうかねうんまあ多分水を使って緑の力を最大限に引き出したんだがそれでもやられてしまったとで青い壁を越えてリリのところまで。 ついに侵食してきてその状況下でリリは自分が何とかしなければと思って行動する自分が何とかしなきゃいけないんだってねあれはもう大人と言っていいでしょううん波の大人でもなかなかあそこまで覚悟を決められるものではないということを「<laughs> 投げ」「海藻が投げ」っていうあの赤い木を倒すその戦いを無事に終えられるように緑に託したとあの3枚の緑にねうん で、前回ね、ちらっと、その、リンとリツの会話で、姉妹間のやりとりで、あそこは本当にね、なんでしょうね、うん。あんなに、この、仲間とか家族同士の会話で、あそこまで考え深いというか、心に深く染み入ってくるような、お互いへの思い、絆、そういうものを深く感じさせるって、なかなかないシーンだよな。ずっとあの後も、心に残ってましたね。あの時のあの会話、言葉の一つ一つ。 でその時に語られてましたけど目覚めたた順で姉妹が決まったんだとうんその時はへえそうやって決まったんだ一瞬で全員にな全員に分かれたから姉妹もクソもないんじゃないと思って姉妹も何もないんじゃないと思ってたけどなるほどそうやって決まったんですねということが前回分かりましたねなんですけどその時はうーんぐらいに思ったんですけどこの目覚めた順って人間というか今五感を持っている生き物が五感を獲得していった順なんじゃないかっていう考察があってで私も これまでのどっかでああこれこういう順番だったよなーっていうのをどっかで得た知識があったんで言おうと思って機会を意識していましたけどその五感って嗅覚が最初に獲得されたらしいですね。確かに嗅覚の仕組みを考えるとかなり原始的な生物でもそのこれがね定義が難しいんだけどまあ体体の表面と外界から外界にあって触れるもの体の表面との触れ方反応の仕方によってその 外界にある物質を特定するっていうこの嗅覚という感覚これが最も現象的で,で記憶にもすごく残りやすいらしいですね、うん、脳の中の最も原始的な部分に刻まれるのでだからちっちゃい頃本当に物心つく前に嗅いだ匂い感じた匂いでも大人になっても同じ匂いを嗅ぐと思い出させる私もよくあるのは何でしょう昔本当に子供の頃5,6歳の時に通ってた古本屋の匂いを 別の古本屋行った時に思い出ししたりしますね、うん。匂いで古本屋とかああいう図書館とか図書室とかああいう場所に通っていた頃の記憶がいまだに古本屋に行くとフラッシュバックして思い出されますただ具体的な情景とかどこじゃなくてああいう書物を読み漁っていた時の記憶がすごく鮮明に思い出されますねやっぱり古本っていうのはどこでも同じ匂い似たような匂いになるからなんでしょうねみたいな感じでなんで確かに嗅覚と触覚っていうのはかなり原始的な器官であっても 認知できそうななものだな、えー、そんで次が聴覚か。なるほど。うんうんうん。でちなみにですけどその高度な器官五感の中でもかなり高度に発達した器官でなければ捉えられないような感覚っていうのは神経密度が高いらしいですね。で神経密度が高い器官によって獲得される情報は複製しやすいんですって。うん確かに絵とか写真はね簡単に複製できるし複製技術が最初に発達しましたもんね。 で、次にきくもの音楽とかもう複製しやすいし再現しやすいとでだんだん難しくなっていって最後、嗅覚とか触覚が再現が難しい複製が難しいものになるという法則性をね草さかきみんどさんの本で言われてましたねなんかそんな思い出したな五感を獲得した順。で次に味覚。で最後に視覚かなるほどうん確かに聴覚、味覚、視覚の順に神経密度が濃くなっていってで複製がたやすくなっていくとうん あそうか味覚 <laughs> さっき味覚のこと言わなかったうんでもこれで合ってんのかなまあこれが完全にこの5個の順番まあ説によっては入れ替わったりまた新しい研究によってこっちが先みたいなことあったりしますからねうんん違う,違う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 姉妹たちの順で言うと聴覚味覚視覚か合ってるかうんやばい <laughs> 混乱してきたごめんなさいここまでの説明で五感の順番とかえー多分うん説明が違ってたり なんか純不動になってたらすいません。多分なってると思います。わからん。うんで、えー、あ、これ地味ですけどね。地味って言われてるけど、若葉の腰に巻かれていたつたね。みどりちゃんから作られて、最初は若葉を拘束していたあの縄ですけど、あれを若葉が擦り切れた後も残りを取っておいて、ポケットに居てんのか腰に巻いてんのかと思ってたけど、腰に巻いててリンに持ち上げてもらうのに今回使われると。あ、今回じゃない、前回ね。前回使われると。うん。 ここで回収されるんだけど、ちゃんと大事に取っておいてよかったですねと。もったいないと思ったんでしょうか。でもこれで終わりかな。なんかまだ別の役に立ちそうな気はしなくもないな。で、あの、前回ね、ついに登場されたバケットホイールエクスカーベーターさんですけど、あれを若葉は浮いてるって言ってただけど、じゃああれはやっぱり、かつてその文化財の修復に使われていた、保存に使われていた時と同じように、あの青い煙草によって浮かされているのか。あの時からずーっと浮いてるってことうん。 でそれをリンが見たことがない色の煙草ねって言ってましたけどあれが空色説ねなるほどでリンが見たことない色って言ってるのはリンは空を見たことがないからじゃないかと青い空を見たことがないからあの煙草の色は見たことがないでその色とは空色であるというねなるほどねで青っぽい空色の煙草でその形は風船カズラによく似てると 風船だからなるほどねいうねなるほどね。を船かずらの空色の煙草にするっていうこの発想はすごいよねこのつなげ方。でそのエクスカーベーターを登っていってで青い煙草を見てそこを通過しなんですけど青い煙草、青い光に向かって進んでいこうとするとき二人に向かってリンと若葉に向かってリツとりなが後ろから声をかけるんですがあれが声だけ聞こえてきててね 姿が全然画面内に出ないから何なのこれと思ってうんなんで急にうん確かにはいそうですねみたいな確かにおっしゃる通りそういうことに気をつけましょうねみたいに思ってたら振り返ってまさかのここで水を取らなかったがためについに終わるとでしかもこれで終わりじゃないんですよねこの最後の残ったわずかな力わずかな時間で後ろから襲ってくるであろう赤い虫たちを迎撃しようと待ち構えようとするっていうねうーんでこの時に体から 本体の葉っぱなのかな。本体の葉っぱの破片なのか。煙草が散っていくんですが、その時、あの影の姉妹たちの遺品と思われていたものを入れてる帽子も一緒に発光してるんですって。確かに何なんだろうこれ。何か繋がってるものあんのかね。なぜこれも一緒に発光してるのか。ただこれはあれですかね。やっぱ陸とかりと,とかも言ってましたけど、最後何するかってったら、そりゃここで来ないとってことでしょうね。多分影の姉妹がついにここに来て、表の姉妹たちを助けるために、 参戦してくれるんでしょうっていうことは予想されてましたけどまさか十一話になってもそれが来ないとは最終話どんだけ最終は詰め込んでんのいや今回もすごい濃度でしたよそりゃそうですよねこれまでのことを全部回収したり答えを出したりで隠されていたものをここで明らかにしたり語ったりするのにいやあと二話で足りんのと私も心配してましたしそういう声多かったんですけどいや足りるわけないんだけど ただ今回11話見事でしたもんね構成うん12話でそれ全部片付くのすげえなもしこれで12話で全部まとまったらねうんとんでもないけどねで今回明らかになりましたけどあの子の名前はですね君の名はですねちなみに私君の名は未だに見てないっすわあの子の名前何なんだろうと最初はあの子が最初の人なのか鳴らしなのかみたいな考察が疑問が最初に浮かんできますがいや待ってと最初の人が最初から最初の人なんて名前のわけないよなと そそりゃうですよね。今の姉妹たちから振り返ってみたとき最初に生まれた人だからそれは最初の人っていう名付くんだけどそれは後からつけられた名前であって最初の人にはそれこそ最初の名前があったはずそれが最初の人のわけないからあの子の名前実はわからんという疑問に気づいてそれ以来気になっていましたがリリっていう名前なんですねなるほどねそのリリが分化されて煙草のリにもなるし姉妹たちの名前の始まりのリにもなるし 本当にこのリリが最初の人なんだな。すべての最初。姉妹たちの存在の最初でもあるし、名前の最初でもあるし、この作品の最初でもあると。なるほどね。まあ、ケムリクサのリは真ん中にあるんですけどね。まあでも、真ん中から始まるってことだね。真ん中から枝分かれしていって、それこそ木みたいに。あのリから何か生えてるというか、何か芽生えてるのも、そういうことなんですかね。わかんないですけど。でも、とにかくリリっていう名前なんだな。こっから、 他の姉妹たちの存在であり名前でありそういうものにつながっていくとで船長はやっぱり若葉なのかそっかあの子は最初の人なのか名な子しなのか船長なのかそういえばしどうした今回ああやってリリが分割前に煙草になるんだっつってね並べていたあの煙草りくさあれがそれぞれの姉妹になるんでしょうが名な子しはどうしたんだわかんないですよねこれだ青かな青橙黄色。 もももも、ももここにあるね。薄い色、薄い色、うん、そしてあの胃腸の黄色だな、黄色二つあるけど、あれ、代々かな、違うな、代々は今、別に持ってるもんね。だから、黄色系が三つあるけど、それぞれ別の色、別の名前なんだろう。微妙に違うし、わかんないけど、左から青、オレンジで、鮮やかな黄色、明るい黄色、もも、薄い色、胃腸の黄色、そして緑か。一、二、三、四、五、六、七、やっぱり七つある。 これがそうなのかわかんないですけどこの煙草ごとにそれぞれ姉妹が分割していったとなるとまあももは簡単にねリナになったんだなってわかるけどこうん待ってよももは分割に使ったんだよなまあ分割に使われても分割後に受け継がれたのがももだとしてでリクはまああれだよなあの左から3番目の黄色がリクになったんだろう他はわかんないけどこの中で唯一誰でもなさそうなのはこれ生まれた順番じゃないんだよな りょくだから緑かもしかして <laughs> 一番右のでうんでもりなが真ん中だもんねりんはどれなんだろうやっぱ一番左かな壁わかんないけどやっぱ一つ余る薄い色かな私の感覚だと本当にただの感覚でしかない予想でしかないんですけどななしはい色なんじゃないかなと思ううん長ないっていうことと色が薄いっていうこととのただの連想ですけどねやっぱななしはいたんだな文化直後に多分ですけどねであのだいだいのわ 私たちの目的私たちの目的を塗りつぶしたのも多分ナナシなんじゃないかなじゃあナナシは何を考えてもう無理だと思ったんですかね。最初に記憶の葉を実はナナシが受け継いでいてでその記憶からやめようとこんなことは無理だからせめてこの分割した姉妹たちには好きなことをやって生きていってほしいというあの若葉の願いを伝えるために。 その妨げとなる、あの本来の目的の方は塗りつぶしたと。いや、そうだとしたら、これは相当迷っただろうし、まあ迷いがなかったとしたら、相当何か強い動機、その動機をもたらす何か大きな理由があったはずだ。わからん。これが未だにわからん。七種は本当にいたのか、そしていたとして、あれを消したのは七種なのか。で、赤い切りね。まあでもそれはそうかどうか、今作でそうかどうかはわからんのにな。うん、わかんないけど。でも、姉妹に当てはめていくと、余る。あそこに並べられた煙草。あと、これは。 まあ外れた考察ではありますけど面白いなと思ったのは記憶の葉から見られる世界がモノクロなのは緑以外がほぼ緑と橙以外がほぼモノクロなのは本当にそういう世界でその世界に色を取り戻したいと思ったあの子の行動が過去に何かあったのかみたいな説があってまあこれは今回違いましたけどでも面白い考え方ですよねうんただあの,子があの子の行動が今のこの世界を作る原因になってしまったというのは当たってたなやっぱりあの子の あの子のなした何事かがつながっていないわけがないからな。うん、であの子のねリリィの、えー、見た目の各特徴をね例えば履いてるものがリナだったり目の形がリンにそっくりだったりとかそれぞれどの姉妹のどの特徴がリリが持ってるものに相当するかと同定していくとなるほどなかなか当てはまるものがあって誰とも似ていないんだけど誰とも似ているとも言えるというね。なるほどね。でもまあ本当に知らねえよって話かもしれませんけど。 リリー可愛いっすね、うん、まあ前回でね一瞬だけちらっと姿見てでそうこの彼女の身の上に降りかかる過酷な運命を思って泣けてしまったのか分かりませんがそういうこともあってすごく一目惚れに近いうん一目見た瞬間に愛おしくなってしまったなリリー可愛らしいし今回も本当に悲しくて切なくてでその決断は本当に重要で尊いものがあったなうん、ますます好きになってしまったで前回で申し上げたえー、っと 考察とかね私の考えで申し上げた予想というか若葉が手をかざして感知してるのは温度だけじゃなくて放射線とか電磁波も感知してないとあのぐらい遠くにあるものは分かんないですよねみたいなことを申し上げたらそれに対してコメントいただいて「絶対零度以外の物質は赤外線を発してる」へー「へえそうなんだ」「じゃあ全て赤外線かっこ電波に近いを発してる」うん「電波系全般を感知できるのかも」 これれは考えすすかっっておししゃってますけど、でももそうかもしれない。光波ですよね。光の波構成要素が光子、うん、フォトンでできている波とかを感知できるのかもしれませんねその周波数とかこれ意外なんですけどねあの普通通信に使ってる電波もあれも光波なんですよねうん光でやってんだな。 だからまあ、電波、電波通信と光通信ってよく分けられるけど、実は両方光でやってるっていうね。あと放射線も一部は光波なんだけど、これがややこしくてね、アルファ線とか光波じゃないものがあって、光波っぽいのに光波じゃないみたいなね。なんじゃそれみたいな。光波じゃなければ何パなのかみたいな。<laughs> この言葉の音だけだとね、光波っていう、光の波であったり、光の波じゃなかったりするっていうね、ややこしいんですけどね。まあいろいろあるんですね。そういうものを全般、感じてきるのかなと。触覚でね。まあ本当に精密で、 好感度だったらでできなくなくいですもんね。触覚っていうのは要は神経にぶつかってるんですからでこれね緑のあの緑バスを直した時の緑の働きとかを見てて改めて気になったんだけどやっぱり煙草って記憶記憶録今回若葉もね文化財の保存に使ってましたからやっぱり記録とか記憶を保存するというのが最大の特徴共通する特徴なんでしょうかねっていうのを思いました。緑もも記録を巻き戻してるのかもね。 そうなんすよねだからその力を大規模に使ってやってたのが今回示された今回描かれた若葉の仕事なんだなだから若葉は今世でも <laughs> 転生したら若葉だったけんっていうねあのタイトルの付け方 <laughs> あのセンス最高だよなと思ったうん若葉に転生してで転生しても結局若葉っていう名前だけ覚えてんのお名前覚えてんじゃねえかおめそうだ名前覚えてんじゃんってことは記憶はゼロではないな今回今世で若葉としてもやっぱり うん、ちょろっとだけ前世でやってた修復の仕事保存の仕事記録を巻き戻す仕事をあそこでちょっとやってしまっていたということですね。なるほどね。いやー面白いなーいなやでもすごいっすよ今回のあの多分だけど今回から1話につながる情報とか今回から2話につながる情報とかだからもう一回今回見たら1話見て今回見たら2話見てみたいなことをしたらまたつながるものがたくさんあるんでしょうね。すすごいっすよね今回のの密度とそのつなげ方 構成の仕方これだけの情報をギッチギチに詰め込んででもお互いに整然とつながっているっていうねこの構成の見事さねどんだけ時間をかけてまあ揃っても旧作の頃から考えると何年っていう話ですもんねすごいこの物語なんでで今すでにねあの彩りチャンネルさんの方で募集されてますけど煙草ロスに対する対処法それは煙草でしょ煙草、うん、ロスには煙草をもう一回見る のが一番いいいいんじゃないでしょうか <laughs> と思いますだって何回見たってさいいもん何回も見れるもんケメリクサもう11話まででもそうだけどケメリクサロスになった人たちはケメリクサ見ましょうでまあこれはね期待過剰なんであんまりこういうものを押して言っていくのはよくないかもしれませんけどまあでも多分12話で終わりあと何にもなしってことはないんだろうな何かありそうなんだよなあの人たちの場合あとちなみにまあこんなね希望を持たせるようなことを申し上げるとそれもまた 過剰な期待を煽ってしまってよくないかもしれませんけど、邪ゃちゃんって、こないだ2期決まった邪ゃちゃんって、アマゾンプライムで先行配信されるっていうね、なんか、煙草を配信するにあたっての梅雨払いみたいなことをしてくれてた邪ゃちゃんですけど、本当は正式には11話で終わりだったんですよ。でもその後特番を挟んで12話まで配信されましたんで、それを思ってみてもね、やっぱり、うん、公式に事前に告知されていた1シリーズ、 からさらにエクストラで何かある可能性っていうのはね、あの邪神ちゃんのやってきたことがここでそれを示唆してるような気がしないでもないですけどね、でもわかりません。あんまり過剰に期待するのはやめときましょう。というところですかね、今回ここでもう一度確認しておくべき考察とか発見とか、本当に毎回よくこれだけあんなと思いますけどね。で、次回どうなるかですね、最終話。ただ今回のこの密度としつこいようですけど、その構成の巧みさを見ると、 次回12話最終回で綺麗にまとめんだろうな。恐ろしいですね。どういうことなんだろうね <laughs>。それこそ若葉の煙草研究みたいにずーっとアニメ制作ばっかりやって、ろくに根もしないような、それだけやめてほしいんですけど、ちゃんと寝てほしいんですけど、<laughs> 前回で若葉寝てるとこね、貴重な若葉の睡眠シーンがちらっとだけ、若葉の寝てるところが見たいというファンに向けて公開されてましたけど、本当にあのぐらいしか寝ないからね、あの人。 っていうぐらい全然寝ない誰かさんはそういう生活をずっと続けていった結果こういうもうほとんど超能力だよなこれここまでのことができるように積み上げてきたってことなんですかねすごいですねで次回はまあ一番気になるのは若葉どうしたですよねどうしたどうした何があったって怪我してましたねだ若葉メモで凛が記憶の中を探っている時一方若葉は何かに気づいてどうなったんだまあ普通に考えたら 赤い根に襲われたのか赤虫に襲われたのかでもなうん赤虫に襲われてで若葉は緑を使わなかったのかまさか素手都市空くで退治してないだろうなとりあえず怪我はしてるけどうんどっか突き落とされたり殺されたりはしてないみたいだったけどでもわかんないよなそれともあの緑が言っていたで青壁の中を移動していたあの高めみたいな 対抗地みたいな主と戦った時の怪我あれが今響いてるのかそれともその時毒を食らったのかりょくちゃんが言ってた毒がここで伏線になるのかみたいなことが予想できますけどわかんないですねどうなったんだろうで影の姉妹たちは今何をしていてまさか出ないまま終わることありえないからどういつどこでどう出てくるのかそしてあの赤い木だな赤い巨大な煙草あれをねいろんな色の煙草 思っているであろう姉妹たちの力で倒すということなのかでも生前の若葉がありったけの水を使って緑を使ってそれでも食い止められなかったあの赤い木そっか煙草に対抗する煙草ね厄介だなしかし完璧な厄介さだなこの完璧さは本当にリリのとてつもない才能なんだな偉大な才能は同時に大きな災厄をもたらすこともあるってことですねあれをどう倒すんだろう だってね、あの赤い木の暴走が赤い煙草の暴走が始まり暴走が始まってしまったぐらいの時ですらありったけの水と緑を使ってもダメだったあの赤い木今こちらがりと若葉が持ってるあの姉妹たち他のリツとかアリナたちが自分たちの命を振り絞って変えてくれた緑11枚あるんですよね8枚は最初から持ってて最後振り絞って3枚。自分たちの命と引き換えに作ってくれた3枚。 あれで11枚この枚数にも何か意味あるんだろうかわかんないけど11枚だけで大きい煙草とは言うけど大きい緑ちゃんとは言うけどかつて若葉が対処し,した時に持っていたであろう煙草はもっとはるかに大きかっただろうからなそれでもダメだったのにねどうすんですかねっていうところですかね次回気になるところはでもそうだ操作できるんだもんねそれを言ってたんだ緑が気づかせてくれたそう赤い根を倒す封じ込めるんじゃなくて操作が 若葉ならできるかもしれない。でもその若葉が今回負傷してるらしいんだよなあーそこですね一番気になるのはねっていうとこですかね今回はうーんまあやっぱり次回に向けていろいろもう一回過去のものを見返したりこの11話から得られた情報から過去のものと照らして考え合わせて何か新しい発見なり12話の予見なりいろいろ考えたいですねすごかった今回本当にうん情報も詰まっていたし物語としてもすごく感動的だったしああ さすがここ。11話に詰め込んできたなって感じでしたね。素晴らしかったです。っていうとどうですかね、今回は。そんな感じで、ケメリクサ第11話見ていきました。お付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。